岡山に住んでると割とあの通勤とかでもあの車で移動することが多いですし、日常も車乗られることが多いと思うので、車の中にも防災グッズを置いといていただければと思っています。防災活動に取り組むグループ岡山お片付けチームモモのメンバーで防災士の渡辺さんとひなさんに普段車に積んでいるこだわりの防災グッズを見せてもらいました。これは私の避難リュックになります。食料品であったり着替えであったり水であったり避難所に行くためのグッズを入れているのがリュックです。渡辺さんは避難リュックを常に車に乗せているそうです。その理由が、もし家から避難する時でも車がすぐそばにあるので、車の中に置いてより安全安心を得るようにしています。さらにこちらは座ってできるタイプのトイレを、大げさなんですけど入れています。最近だとプラスチックの組み立て式のこんなコンパクトになるタイプのもの出ているので、女性でその場所が備わってないとできないっていうことがあるので、簡易トイレの中には凝固剤やビニール袋、トイレットペーパーなどを多めに入れています。またトイレや着替えなどで使える背の高い簡易テントも車に乗せています。そして後部座席の下には生活用水を乗せています。飲料用水の賞味期限切れとかっていうのも、もう封を開けないでそのまま生活用水に使えばいいかなというところで10リッターぐらい。一方ひなさんのこだわりの備えは、私吉備地方庁なんですけど、町外に出て、働いてることが多いので、道が崩れちゃったりすると帰れない可能性がすごく高い。なのでこういった、寝袋ですとかブランケット、救急セットっていうのを入れています。どこか駐車場に泊まってちょっと1日過ごすっていうことがあるかもしれないっていう想定で動いています。車中泊を想定し、座席がフラットになる車を選んでいるそうです。車も一つの避難所みたいになってくれたら安心できるスペースかなと思っています。走ってる時に怒って帰れなくなったらっていうことをちょっと想像してもらうと、自分に必要なものっていうのも見えてくると思いますので、まずそのあたりから備えていただければと思います。